俺のおばがさ、京都に住んでるんだけども、京都って、まあ、青森、ここと青森、ここは青森なんだけども、青森と比べると、すごくあったかいじゃない。で、レモン育てたんだって。で、レモンね、送ってきたんだけど、うちの庭で取れたやつだよって言って、で、どう食べようかと思って、まあ、マレードにしたんだけども、その時にね、この種がさ、いっぱいね、すべて取りづらいけども、取れまして、種がね。これをちょっとね、見るとさ、植えたくなるのよ、ほら。毎回こういう果物の種、アボカドとかでも、マンゴーとかでもさ、この柑橘系の種とかね、こういう、見ると植えたくなるのね。で、今回、せっかくだから植えていこうって思います。ね。まあ、青森で、前ね、柑橘、オレンジだがポンカンだが忘れたけども種植えて実ならしたことあるんで、まあいけるんじゃないかなって。室内で育てればね、夏場は外でやるけれども、でそれをまあやっていこうかなって思います。で今室内、外寒いから、外マイナスだからさ、もう手かじかでこういう細かい作業できないから室内でやります。で下に移します。でね、俺がもともと持ってた三寸ポット、三寸だから何だ、まあ計算して三寸ポットに土を入れました。土は近くのサンデーっていうところで、ホームセンターね、サンデーってところがあるんだけども、買ってきた挿し木、種まき用の梅土。まあ要は自然農法とか有機農業にしては、まあ適さない土です。はっきり言って。だけど、今、土が取れる庭の畑、2メートル雪があって、もうそれ掘って取ってもいいんだけども、そうするとぐっちゃぐちゃのべっちょべちょで、種まきに使えないと。まあ疲れるしめんどくさいしってことで、まあ今回鉢植え限定だからってことで、これ使ってやってみようと思います。で芽が出て大きくなったら、春になったら鉢に戻したりして、やっていこうかなと思います。で、とりあえずね、トレーがね、100円ショップでダイソーで買ってきた、水がいいな。光反射してレーザー調のトレー A4 ファイルが入りますってやつ、100円のやつ買ってきて、これに12個ポットが入るんで12個やります。12個ね。で早速種をまいていくんだけども、これ一晩水につけて表面のぬるぬる取った後ね、その表面のぬるぬるがあるとなんか種腐るっていう話があったんで、一晩水につけて置いて、今水気を切って、でこれから巻くぞという状態で、いろいろ調べたらね、あ、1個切れてる、包丁で切ったやつあったわ。これちょっと切れてるんだけども、見づらいけども、ね、カットされてるんだけども、これはダメだ、弾く。でレモンの種ってさ、よいしょ、映しづらいな、こう尖ってる方あるんだけど、こっちから根っことか芽が出てくるらしくて、まあ、写真で見てネットで調べたらね、だから人によっては根がこっから出るから下に向けるって、要はこれをこっちを土の底に向けてね、とんがってる方をそっちに向けて植えるっていうんだけれども、でもここから根も出るけれど芽も出るから下に向けてれば、まあ自然じゃねえなと。そして自然界においてレモンが実が落ちて実が腐って種が土に乗るとき刺さると思いますかね。こういう感じでさ、尖ってる方がこう刺さると思いますかって、ならないと俺思うんだよね。こう横になると思うんで、俺はその自然のか、あの形っていうか、まあ、成り立ちっていうか、それを考えて横になって植えます。縦に植えた人は植えてもいいです。縦に植えても多分いくと思うんでね、ただやっぱりこっから根が出るし、こういう風に根が出て芽がこっからこう出てる感じ、どっちも出てくるから、そういう風な生え方すると思うんで、やはり横に植えるのがいいかなと俺は思います。でね、深く植えすぎるとやっぱりよろしくないかなと思って、だけども浅すぎても良くないわけだ。だけども俺レモンとかちゃんとされたことないから、果樹専門じゃないから、じゃあどうしようかと思ったんだけども、土を全体的に少なくしておいて、で浅めに植えます。で浅いなと思ったら、残ってる土、まだ土残ってるんで、これを足して深さを調整していきたいって、そう思います。
で何個なんだろうね。一つに、2粒ずつまいていきます。今回あまだ土湿ってないな。湿らせたんだけど奥まで入ってない。どうしてもこういう風になるんだよな。まあ仕方ねえな、まあ、とりあえず植えていきます。あとで霧吹きでまた追加してやっていけばいい。でこれで種まき終わり。でちょっとさ、土が湿り気がね中入ってないんで、ちょっとこうやって水をね今日何回もこうやって少しずつ少しずつ一気にやると、この脇たどって下に水抜けるだけなんで、少しずつ中央に向けて水まいて中をね潤す、うん、状態をね作っておきたいと思います。今日これをずっとやってね。どうしても売ってる土って、特にこの種まき用の土っていうのは結構乾燥してるんで、こういうのね水を吸いにくいです。だから本当は夏場であれば外で土を入れた後に、こういうね器に入れて下に水を張って水を吸わせて、しっかり吸わせてからで水を切って種をまくっていう風な作業をするんだけど、どうしても今冬場でね全然外にもう雪だらけでさできないんで、まあこういう形で室内で霧吹きでやるっていう手法を取りました。まあこれも多分出てくると思うんで、前もっとひどいやり方でも出てきたんでね、やっていきたいと思います。でこれがねやっぱさ、今本当に雪だらけで、特に本当に青森はね今年120-130cmまで積もって、今まだその雪を雪捨て場にしてるから本当に溶けなくて、3メートルぐらいまで行って今2メートルぐらいまで減ったけれども、本当に雪溶けなくてさ、去年とかは全然降んなかったんだけども土に全然触ってないんで、動画のネタもないし本当に我慢できなくて、こうやってねやってみてさ我慢できなくて、レモンをね育ててみようかなと思いました。で一つ言っておかなきゃいけないのは、こうやって種を取って植えればちょっと遺伝の関係 F1 品種っていうのをおそらく聞いたことある人いっぱいいると思うんだけども、メンデルの法則って言って、まあいろいろねあるんだよあるんだけど、こう書かなきゃちょっと書きづらいんだけど、メンデルの法則の優性の法則、今違ったっけ、牽制の法則だっけか、先生先生だったか、あれ、うん、言い方変わったんだけども、昔俺らの時代は優勢劣勢の法則ってあって、でも優劣の話じゃないんだけどもね、形質見た目とか味とかそういうもの、成長の度合いとかで外に形質見た目とか、まあそういう風にものが出やすいものと出にくい遺伝子があって、でそれをね雑種1代目は優勢の方ばっかりが出るっていう法則を利用したのが F1 品種なんで、でその孫からになってくると3対1、うん、4分の1ぐらいがその劣勢の方が、あまり出てこない方が出てきて見た目が変わってくると、それ代を重ねるごとに見た目が違うものが増えてくる、でそのうち安定してくるっていうのが代を繰り返すとねあるんだけども、つまり何が言いたいかっつうと、このレモンはおそらく F1 なんだか在来種なんだかその辺は知らないけれども、種取りしたやつだからいろんな形が出ると思います。レモン
まあそれはそれでまた楽しみだと思うんで、大きいレモンが取れるかもしんないし、ちっちゃいレモンしか取れないかもしんないし、花も咲かないやつかもしんないし、もうそういうね、花は咲くけど実が一生つかない、一向につかないレモンになるかもしれないし、そういうのはまあ楽しみと思ってさ、レモンが欲しくて育てるんじゃないの。レモン欲しければまず青森にはいませんよっていうね、静岡より南の方に行ってレモン育てますよって、青森でレモンはできませんとできませんっていうか、まともに商業ペースに乗せるんだったらハウスで加温してとかなるから、これは完全な趣味ですね。だから要するにスーパーで売ってるもののトマトとかでもレモンでも果物でも種取ってやっても同じような見た目形味にはならないかもしれないんで、その辺だけは押さえておいてねもらえればいいなと思います。でこれをまあこれからねこれに入れて、お日様が一日中当たるあったかいお部屋に置いて、見守っていきたいと思います。その様子もねこれから動画にしてみてね、まあ、短い動画になると思うけどね、これからはね、そうやって、皆さんと共有していけたらなと思います。以上です。